ウイスキーヒルズアワード2015実行委員会は11月17日グランドハイアット東京にてウイスキーヒルズアワード2015を開催しました。このイベントはウイスキーの幅広い楽しみを多くの人々に知っていただき、ウイスキー文化のさらなる発展を目指すためウイスキーヒルズ2015のトップを切って開かれた催しです。栄えあるウイスキーマスターには俳優の堤真一さん、ベストウイスキーラバーには女優タレントのホラン千秋さんと柔道家の野村忠宏さんが選ばれました。席上の中央にはサントリーウイスキー、響きなど世界の5大ウイスキーが並ぶ中、野村さんは今までの30年間の柔道一筋の努力が認められた賜物ですと語り、ホランさんが芸能生活11年目を迎えた今年、ウイスキー的にはちょうど程よい熟成期に達したのかなと思いますと続くと、堤さんはこれからも人生を楽しみながら美味しいウイスキーを飲みたいと思いますと語りました。この後受賞者3名はイルミネーション点灯式に参加しました。なおウイスキーヒルズ2015は12月25日までの期間限定開催。クリスマスツリーを眺めながら世界5大ウイスキーを楽しむのもロマンチックですね。